結婚したい相手、理想の相手、選手というか神っていう感じで、可愛いの塊っていうか。タカガールの本音が殴られたいと思う。私だけに笑っててほしい。タカガールの愛が、え、大好き、大大大好きです。母性本能くすぐられる感じがやっぱ止まらなくて、叶うなら、あのお嫁さんになりたいです。明日はホークスのことが大好きな女子のためのスペシャルな2日間タカガールデー。ということで今年も開催、タカガールが選ぶホークス推しメン総選挙。まずは第10位、2人がランクイン。なんかちょっと昭和のスターみたいな雰囲気がありますよね。鼻筋ですかね。とにかく出塁率が高くてすごくかっこいいなと思います。柳町達選手です。柳町君かな。あのいざという時に打ってくれるところですかね。5月5日の試合がすごくすごく印象的で、ペーペードームでも初めての試合だったのですごい嬉しかったです。柳町という名前をぜひ覚えて帰っていってください。あ、顔もイケメンです。いつまでもあのスタイルと体調を維持しているところがすごいなと思います。和田剛選手。和田選手です。ビシッと投げてくれるところが好きです。一般的にはちょっとないかなと思うんですけど、和田選手ならありです。第9位、鋭く優しい目が好きです。もう打撃職人のとこです。中村晃選手です。中村晃選手です。中村選手です。いいとこでしっかりと打って点を確実に取ってくれて頼もしいです。こう足伸ばしてこうやってキャッチするところ、もうギリギリのところまで。こちらもお二人、第7位、目が好きです。ドライブデートしたいです。すごいシュッとしてて色黒のタコがかっこいいと思います。東浜奈央です。東浜選手です。東浜投手です。やっぱノーヒットノーランかっこよかったんで見てました、ペーペードームで感動しました。すごい汗絶対爽やかだろうなと思います。可愛らしい顔してたり、かっこいい顔してたり、いろんな表情が見えます。足が速くてスタイルも良くてかっこいいです。周東選手、周東京選手、周東、やっぱ走るのが速いので、やっぱ盗塁とか決めると、あ、すごいなって思います。ちょっと一緒に走ってどれぐらい足が速いのかちょっと体験してみたいです。続いては第6位、くしゃっと笑った笑顔が好きです。中身が素晴らしいなって思います。肩が強いところ、甲斐拓也選手です。甲斐選手が大好きです。甲斐拓也、甲斐盗塁止めるとことかがかっこいい。あの甲斐キャノンを見るために今日は来ました。髪の毛上げるとこです。大好きです。第5位、すごいお茶目なところが可愛くて大好きです。どこでも守備ができる。オリンピックのバント決めた時、栗原選手です。栗原選手です。たくさんホームラン打つところと、あと明るいところが大好きです。栗原選手の選手メニューで栗もんってあるんですけど、看板で恥ずかしそうに栗もんの箱を持ってるところが愛おしくてたまらないです。悲しかったですけど、まあ、自分のペースで、まあ、ゆっくりでもいいんで戻ってきてほしいなって思ってます、はい、栗原くんが好きで早く戻ってきてね。待ってるよ。第4位、元気。同世代だし、やっぱおじさんでも頑張ってるなって思います。熱いところも大好きで、松田選手に。松田選手です。やっぱ松田選手。あちゃー、あつお。
打った後の圧をってやるところが好きです。声もよく出してくださるし、盛り上げてくれるところとか。今就活中なんですけど、尊敬する人聞かれて松田宣浩選手って答えて、試合に出ても出ていなくてもソフトバンクホークスには なくてはならない存在で、すごく熱くて笑顔も素敵で、みんなを笑顔にしてくれるから、私もそんななくてはならない存在となり、御社に貢献したいですって長い、はい、言いました。はい、気になるトップ3の前に、惜しくもランクインしなかった選手たちをピックアップ。坂東選手が好きです。かっこいいです。球筋までイケメンです。坂東選手頑張れ。デスパイネです。デスパイネ選手です。ちょっと頑張って走ってるあの感じと、もうちょっとこれ以上走らせないでくださいよっていう、ちょっとなんか母性本能くすぐられる感じがやっぱたまらなく好きですね。仕草が可愛いなって思ってて、なんかホームラン打った時に一時期こういうことしてたじゃないですか。あれが本当にもうツボっていうか。はい、つもり投手です。可愛いの塊っていうか。でも投げてるところはもうなんかすごい真剣でかっこいいなって、そのギャップが激しくて、はい、好きです。野村勇美選手です。顔が好きです。足も速くて守りも上手くて、ホームランも打つしかっこいいです。一試合にホームラン打った試合も言葉にならなかったです。三森選手です。結婚したい相手、理想の相手、真面目そう、軍師なんで信頼できる、一番で初っ端な子を打ってくれて、試合展開を作ってくれるところに惹かれました。斉藤和美投手です。斉藤和美、斉藤和美。もう男の中の男。今コマーシャルがあるあったでしょ、車の。あれかっこいいね。切れ長の目がかっこいいなと思います。負けないです。テレビでよく見てました。皆さん相変わらず熱い。ホークス推しメン総選挙、いよいよトップ3の発表です。まずは第3位。プレーも性格も全部好きです。切れ長人、クールな感じ、いいですね。私だけに笑っててほしい。上林選手、上林さんが好きです。上林選手、上林選手です。上林選手、力まずに片手でポンと打つところがかっこいいです。もう一生懸命一時にこう取り組むところが大好きで。早く帰ってきて。ホームで見れたらそれだけでも嬉しいんで、早く帰ってきてください。第2位。歩く姿も愛おしい。大好き、大好きです。打ってよし、守ってよしのところが、顔がかっこよくて守備が上手いところです。上手すぎます。今宮選手です。今宮健太です。今宮選手です。今宮選手です。取れないやつ もうバーッて走ってったり、めっちゃかっこいいなと思って、いっつもニコニコしてて、いっつも楽しそうに野球をしてるんですよ。人がファインプレーとかした時に必ずドーンってするんですよ。もうそこがもうなんか、あ、先輩、いい先輩だなって思うし、2019年のクライマックスシリーズで3本のホームランを打った時に、なんじゃこの人となって沼りました。が選ぶホークス推しメン総選挙、いよいよ第1位。もう神です。やっぱ顔がイケメンです。めちゃくちゃ打つのがかっこいいなと思います。面白いところとかもう全部がかっこいいです。フルスイング、変態ホームランみたいな。柳田選手です。ギータです。ギータが好きです。柳田選手です。柳田選手です。豪快にバットを振る、あのかっこよさが一対一です。結構いいところでいつも打ってくれるのと、かっこいいところで、入りそうじゃないのに入るところがかっこいいなって思います。ガタイがいいけん、なんか全部よく見えます。ヒーローインタビューが面白いところが好きです。
まあ、打った時に神様ありがとうって言いました。はい、第1位に輝いたのは柳田選手でした。おめでとうございます。今年もタカガールの皆さんの思いがたっぷり詰まった総選挙でした。